ではマモン、トリリオンの討伐はお前に任せる。よし来た、あんな化け物を俺がすぐに片付けてやっから期待して待ってろよ。おお、マモタンかっこいい。大口叩いちゃって、これは期待するしかないわね。大魔王様の深遠なるお考えに口出しするつもりはございません。でも悔しい。ふっ、私に任せればマモンなんかよりも早く片付けてあげるのに。ふっ、負け犬の遠吠えにしか聞こえねえな。運がなかったって諦めろ。なんですって。よせ二人とも、今は身内で揉めている場合ではない。分かってるわよ。マモン、この私を差し置いて戦うからには無様な真似は許さないわよ。分かったわね。当たり前だっつーの。トリリオンなんてさっさと片付けてやんぜ。俺も暇じゃないかな。俺に任せてくれてサンキューな、大魔王。不思議ね、トリリオンと戦うことをそんな風に喜べるなんて。だって勝てば次期大魔王なんだぜ。こんなお宝めったにないだろう。期待している。魔界を頼んだぞマモン。おはようさん。よく来られた。
あまりはしゃぐな、マモン。一応言っておくが、これはれっきとした修練で。分かってるって。でも修練だろうがなんだろうが、楽しくやった方がいいに決まってんじゃん。要は全身ピッコピコに磨き上げりゃいいんだろ。まあそれはそうだが。そうだ、あんたも一緒に入るか。入るか。なんだ、ふざけたことばかり言ってないで早く始めるぞ。へへ、よかった。だが、なんか、よし、よし、ああ、お、お疲れさん。絶好のお宝ハント日和だな。魔力を繊細にコントロールすることで針山に落ちぬよう浮かび続ける修練をしていただきます。繊細なコントロールか。案ずるより有無が易し、まずはやってみてから考えましょう。やってみてから。で、失敗したらアウトじゃん。まあいっか、どの道避けて通れない道なんだし。その息です。さあ準備はよろしいですかな。よし、いっちょやってみっか。いい出来だぜ。まったく、いや、ああ、何、ああ、ああ、ああ、よし。じゃ、お疲れさん。おはようさん。いいのか？いいのか？サンキュー。さーて、ジョーちゃん、目隠しをしたままわしの鉄球を見切ってもらおうかの。余裕っしょ。目隠しなんてハンデにもならねえよ。要は全部叩き落としゃいいんだろ。威勢がいいの。こりゃ楽しめそうじゃ。よっしゃ、来い。ま、こんくらい楽勝っしょ。あの、ほう、うわぁ、ま、おや？いや、はい。じゃ、お疲れさん。今日もよろしく頼むぜ。Thank you.
軽くね。いいのか？趣味悪くね。マモ、こんなところにいたのか。ん？なんか用か？お前に渡したいものがあってな。なになに？もしかしてお宝か？そんなところだ。ついてこい。これなんだが。なんだ、ただの箱じゃん。ただの箱と侮るな。これは四次元宝箱という、内部が異次元とつながっており、どんな大きなものでも収納できてしまうという優れものなんだ。マジで？でもなんでこれを俺にくれようと思ったんだ？それは聞くところによると、マモンの部屋は散らかり返って、とこの箱を見た瞬間、片付けができないマモンのために存在するかのように思えたんだが。なあなあ、なんで黙ってんだ？いや、そうだな。お前は宝探しが趣味だろう。やはり宝といえば、お前と連想したというか。そっか。やっぱ宝箱ってからには、お宝入れるべきだよな。一瞬部屋の収納にいいかと思ったけど、でっかいお宝ゲットした時に使おうかな。な、いや、でっかいお宝もいいが、まずは収納に使ってみてはどうだ。わかったよ。でもなんでそんな必死なんだ。別に必死ということはないが。まあいいや、せっかくだし使わせてもらうぜ。いや、実を言うと部屋の散らかり具合が相当ヤバくてさ、部屋の中で遭難するレベルっつうの。部屋の中で遭難？あんたが俺に一番必要なものをくれるなんて、なんか偶然にしても嬉しいな。まあ偶然ではないわけだが。ありがたく使わせてもらうぜ。喜んでくれたのだから。まったく、は、まあ民の暮らしぶりを見るいい機会ではあるが。マモン、そこで何をしている？どう、大魔王、なんでこんなとこにいんだよ。俺が町にいては何か。あ、いや別にそういうわけじゃ。キョロキョロ辺りを見回していたようだが、一体どうしたんだ？どうしたってほどのことは
特にないというか、この路地から出てきたようだな。だがこの先は確か、ああそうだよ、この先にあんのはスラムだ。なんか文句あっか？そんなところへ何の用があったんだ？そんなところってなんだよ。スラムには昔馴染みの奴らも多いから、ちょっと顔を出しただけだって。ああ、そうか、すまん、言葉が過ぎたようだ。ここにはよく来るのか？まあちょくちょくな。それに俺が住んでた孤児院のこととかも気になったからさ。孤児院？近頃じゃトリリオンのせいで親が死んだ子供をたくさん受け入れて、特に経営がきつくなってたみたいなんだ。そうだったのか。討伐に追われて端々まで目が行き届かず。あんたがそこまで気にすることじゃないって。それにしばらくは大丈夫だから。しばらくは？それはその、いや、なんでもねえって。教えてくれマモン、これ以上自分が知らないせいで親民が苦しむようなことは避けたい。絶対絶対誰にも言わないって誓えるか？もちろんだ、心配するな。実はな、俺のお宝ハントは趣味と実益を兼ねてるっていうか。お宝ハント？一体何の話だ？だからその、ああもう、これまでに手に入れたお宝は監禁して全部くれてやってたんだよ。くれてやって？お前まさかずっと孤児院に寄付していたのか？勘違いすんなよ。あくまでもお宝ハントは俺の趣味で、寄付はそのついでだからな。まあ、お宝手元に置いといても邪魔になるだけだし、ガキどももみんな喜んでくれるしさ。今思えばマモンは宝を手に入れてくる割に金遣いは荒くなかった。マモンがひたすらに宝を求めていた理由が。なあマモン、お前がこれまでに稼いできた額を考えれば、おそらく孤児院だけでなく、お前の思いやりゆえの行動を俺は純粋に尊敬する。あんまそういうこと言うな。本当に深い意味なんてねえんだからな。そう照れるな。照れてない。てか笑った、今笑っただろ。すまん、お前をバカにしたわけじゃない。己の行いを必死に隠そうとするお前が可愛くて、ついな。可愛いとか言うな。もっと堂々としていていいと思うぞ。なぜそうも隠そうとする？だって別に褒められたくてやってるわけじゃねえし。にしてもまさかこんなとこであっさりバレるとは思わなかったぜ。なあ大魔王、これからもスラムに行っていいよな？禁止されたりしないよな？なんだそんなことを気にしていたのか。お前がいいことをしているのに俺が止める理由などない。マジ？行くなとか言われたらどうしようかと思ったぜ。俺はそこまで強硫じゃないぞ。お前俺を何だと思っているんだ？いやだってさ、ご両親は何と？引き取られた後にもちょこちょこ来てたら、こっぴどく叱られてさ、ほっぺた引っ叩かれた。あの人たち頭固いから、それからずっと内緒で来てるんだ。そうか。念を押すけど、本当に誰にも言うなよ。分かっている、口は固い方だ。ああやっぱ白状すんじゃなかったぜ。こういうの知られっとなんかやりづれえし。俺はお前の新たな一面が見られたようで嬉しかったが。新たな一面ね。
俺にとってはずっと前から普通にやってきたことだからピンとこねえな。確かに俺が知らなかっただけでお前にとってはそうなんだろうな。だがこれからはお前だけの負担にならないよう孤児院を補助できるよう取り計らおう。マジで？サンキュー！きっとダチもみんな喜ぶぜ。みんなか。スラムにいるお前の友人はどんな者たちなんだろうな。気になんだったらいつか遊びにでも行くか。いいのか？俺が行っても。何遠慮してんだよ、大魔王だろ。だからだ、俺が行ってはスラムの住民に不快な思いをさせることになるんじゃ。考えすぎだって。誰もあんたを敵視したりしねえよ。スラムの生活が苦しいのは別にあんたのせいじゃねえしな。今はスラムも前より混乱してっけど、トリリオン倒して落ち着いたら案内してやるよ。約束な。ああ、約束だ。楽し。こういうのもいいな。今日も一日頑張ったぜ。よく寝て気分爽快だぜ。うん、暇だな。さて、あそこにいるのは。あら、マモンじゃない。き、ああ、ルーシェか。ねえ、今暇？暇じゃない。暇でしょ？そうなんでしょ？だから暇じゃねえって。嘘よ。暇にしか見えないわ。絶対暇よ。マモンは浮かない様子だな。それにし、ちょっと私の話に付き合いなさい。ああ、めんどくせえ。文句言うんじゃないの。それで、修練の調子はどうなの？ちゃんと順調なんでしょうね。まあ、ぼちぼちだな。ちょっと、さっきからテンション低いわね。最近どいつもこいつもしけた顔ばっかりでうんざりだわ。あんたまでそんな顔してたら、こっちまで気分が落ち込んじゃうじゃない。俺だって、たまには色々考えたりすんだよ。そんなの俺の勝手だろ。普段は強気なことを言っていても、やはりプレッシャーがあるんだな。なんとかしてやりたいが。いつもの勢いはどうしたのよ。それくらいしか取り柄らしい取り柄もないくせに。失礼だな。あんたって昔からいつもそうだよな。そうって？高飛車でわがまま。ね、私は好奇なのよ。あれは好奇ね。俺に初めて会った時、自分が開口一番になんつったか覚えてるか？なんだったかしら。あの頃魔界で流行ってただろう、美魔族戦士ジェニファーの冒険って本。ああ覚えてるわ。あれのごっこ遊びをするのがマイブームだったのよね。あんた、自分がヒロインのジェニファー役をやるから、俺には倒される敵役をやれっていきなり命令してきたんだよ。あ、思い出した。あんたはこともあろうに、私の誘いを断ったのよ。やるかバーカと。やりなさいって言い方は、普通は誘いって言わねえんだよ。そういえば、幼い頃、あの二人が初めて会った時に、そういう事情があったわけか。このルーシ様にあんな無礼なこと言ったやつなんて、後にも先にもあんたくらいよ。俺だってあんたみてえに高飛車でわがままなやつは初めてだったぜ。そんで逆ギレしたあんたからつかみかかってきて、とっくみ合いになったんだよな。あの時は周りの大人たちが止めに入って大騒ぎだったわね。ルーシェの方から喧嘩売ってきたくせに、先にベソ書いたのもルーシェだったよな。私の方が大人だから身を引いてあげたの。あんたが勝ったみたいな言い方するんじゃないわよ。いや、俺が勝っただろう。だからあの時、勝利の証に髪飾りくれたんじゃねえの？違うわよ。あれはお近づきの印っていうか、いい勝負だったから、そのご褒美にあげたの。上から目線。これだからお嬢ってやつは。ま、
今もちゃんと大事にしてるみたいだから許してあげるけど。おう、この通り。いつも胸んとこにつけてるぜ。ほう、マモンが胸につけている金の飾り。ま、最悪な出会いだったけど、ダチにもらったもんは大事にしねえとな。ダチって、別に嬉しくなんかないんだから。はいはい、高貴なお嬢様は素直じゃねえな。だから違うって言ってるでしょ。マモンが元気になったようでよかった。ルーシェが意図してやったのかはわからんが、なんだかんだで仲がいいんだな、あの。楽しい。今日も一日頑張ったぜ。絶好のお宝ハント日和だな。よく来られた。よっ。ああ、マモンか。いや、まあなんつうか元気かなとか思ってさ。ん、そうか。そっか、そりゃよかった。マモン、他に用があるんじゃないのか。なんだ、バレたか。あのさ、その。マモンがこれほど言いよどむとは。俺、あんたに頼みたいことがあって。なんだ。手紙の書き方教えてほしいんだ。手紙？果たし状でも書きたいのか。なんで果たし状なんだよ。そんなんじゃなくて普通の手紙でいいんだ。手紙とかってほとんど書いたことないから、どんな風に書けばいいのかわか。そんなに肩に力を入れなくても、手紙の書き方くらいいつでも教えてやる。それで誰に宛てた手紙だ。親に。親父とお袋宛てに書きたいんだ。ほう。孤児だった俺を引き取って養女にしてくれた両親には感謝してんだ。でも俺、親とそんなに仲いいわけじゃねえし、面と向かって言うのもなんだからさ。それで手紙を、というわけか。俺らしくねえことくらい自分が一番分かってんよ。でもベタだけど、そんくらいしか思いつかねえんだもん。しゃあねえだろ。いや、気にすることはないだろう。だがなぜ急にそんなことを思い立った。だってほら、俺もトリリオン討伐に行くわけだし、いつどうなるか分かんねえっしょ。だからその前に一応けじめつけときてえなって思ったんだ。マモン、俺さ、今まで親に対してあんま素直になれなかったんだ。でも最近変に意地張ることなかったんだって気づいてさ、多分トリリオンのおかげだな。トリリオンの。だって魔界が滅んでみんな死んじまうかもしんないって時だぜ。ガキみてえに突っ張ってる場合じゃねえじゃん。なんつうか、もっと素直になった方がいいかなとか。ずいぶん考えが変わったものだ。まあ確かに、昔ならこんなことこれっぽっちも考えなかっただろうな。自分で言うのもなんだけど、俺ってかなりひねくれたガキだったし。そうなのか。親父とお袋に引き取られた頃はさ、世の中全部クソだと思ってたんだ。上級魔族ってやつらはみんな着飾ってて、毎日うまいもん食ってさ、スラムなんか毛嫌いして近寄りもしねえ。スラムのやつらは毎日食うものにも困ってるってのに、一番クソなのはあんたの親父だ。金持ちと貧乏の差をどうにかするどころか、天使との戦いばっかで気づいてもいねえし。確かにあの頃の父上は激化する天界との戦いに日々を追われていた。マモン、それは。わかってるよ、魔王になった今は。それに大魔王になったあんたを見てりゃわかる。
人だってきっと自分のできることを精一杯やってたんだ。でもあの頃はそんなこと考えつかなかった。俺はたまたま引き取られたけど、せっかく手に入れた自分の幸せを。マモン。あ、なんかごめんな、締めっぽい話になっちまって。要はそんな俺がここまで来られたのも親父とお袋がいたおかげってこで、こんな状況になっちまったし、何かある前にちゃんと自分の気持ちを伝えておきたくってさ。わかった。お前の思いがご両親に伝わるようできる限り力を貸そう。サンキュー大魔王。トリリオンとの戦いは良くも悪くもそれに関わる者たち全ての思いを巻き込んで、俺は全力を尽くすだけだ。この戦いの先が魔界に生きる皆の幸せにつながるように。もっとしようぜ。ほら、今日も一日頑張ったぜ。久しいな。とは言ってもここに魂はないだろう。俺や兄上と共に出陣し、これで正しいのか。正しいに決まっている。だがいつになったらこんな戦いに終止符が打てる。嘆くな、疑うな。何もできない今の俺に迷う資格などありはしない。あといくつ失えばいい。痛みを引き受け先へ進め。クソ。ちょっと何をしてるの。墓石を壊す気。ルーシェ。何よその驚いた顔。娘が父親の墓参りに来たらおかしい。あ、でも正直あんまり実感がないの。もともとお父様は家を空けがちだったから姿が見えないのは慣れっこだし。兄上が。他人の面倒を見て走り回ってばかりいたわ。屋敷には思い出が多すぎるし、私はお母様に顔がそっくりだし、私の顔見たくなかったのかも。バカを言うな。なんでそんなことあんたにわかるのよ。兄上は死の直前までお前やペルペルのことを気にかけていたからだ。そんなことを言ってたの。お父様ったら本当にお人よし。そんなだからあんたと大魔王の座を争って負けるのよ。兄上は俺よりもずっと聡明な男だった。俺の誇りだ。バカね、そんなことどうでもいいわよ。強い男の方がいいに決まってるじゃない。って別にあんたを持ち上げたわけじゃないんだからね。いい気にならないでよ。わかっている。俺は少しも強くない。トリリオンを倒せないどころか、肝心な時。まったくよ、不甲斐ないったらないわ。目の前にいたあんたも、その場にいなかった私も、あんたが駆けつけるまで待てずに。私悲しいのは大嫌いだから、それまではちゃんとしててよね。強い大魔王でいてくれなきゃ。ルーシュ。だってしょぼい大魔王と比べられても私の威厳が伝わらないじゃない。ああ、わかった。それからそのお父様を看取ってくれてありがとう。一応お礼を言っておくわ。いや、知らせるのが遅くなってすまなかったな。すぐにでも伝えるべきだった。ほんとグズよね。お父様もきっと草葉の陰で笑って。よっしゃ、
らっしゃい。魔国院の付与だね。これでいいかい？毎度あり。誰でも来いよ。you
全力絶対だ。絶好のお宝ハント日和だな。
よく来られた。よく来られた。頑張るぜ。それなら、え？ええ、それなら、だが、もう、ああ、まあ、
それで。ええ、ありがとう。ああ、ふう。じゃ、お疲れさん。今日もよろしく頼むぜ。あらあら、アシュメディアか。あら、前よりもセクシーさに拍車がかかって素敵よ。そうか。前のボクちゃんも可愛くて好みだったけど、今のワイルドなボクちゃんも素敵。ねえ、お姉さんといいことしない？おい、ちょっと近くないか。あら、私たちの仲じゃない。そんな釣れないこと言っちゃいや。いや、だからだな。小さい頃はあんなところやこんなところまで見せてくれたのに、お姉さん寂しいわ。おい、妙な言い回しをするな。誰かに聞かれたら誤解を招くだろうが。そんなに照れなくていいのよ。だから照れているんじゃない。ボクちゃんのあそこはどれくらい成長したのかしら。お姉さんに見せて。おい、こら、待て、アシュメディア。おい。あら、マモンじゃない。マモン。大魔王、ちょっと修練のことで話があるんだけど。どうしたんだ、急に。今は自由時間だったはずじゃ。いいからこっち来い。わかった。かわいいやきもちね。何か言ったか。何にも。お前から修練の話を持ち出すとは珍しいな。何か質問でもあるのか。あんたはああいう色気のあるタイプが好みなのか。はあ、修練のことじゃなかったのか。それはもう忘れた。それよりあんたの好みを聞いてんだよ。アッシュメディアのこと好きなのか。なぜそんなことを聞く。いや、それはあれだ、ほら、嫁だよ、嫁。嫁？嫁は男の小遣いを一生絞り取るっつ、ただでさえ恐ろしい生き物だろ。アッシュメディアなんて嫁にした日にゃ大変なことになるぞ。いや、それは全く微塵も考えていないが。だってさっきデレデレしてたじゃん。デレデレ？アッシュメディアも嬉しそうにあんたにすり寄ってたし。あれはあいつの挨拶のようなものだろう。アッシュメディアの肩を持つのかよ。やっぱ好きなんじゃねえの。お前こそ何をそんなに絡むんだ。いや、だからつまり嫁選びは慎重になった方がいいと思って。心配してくれるのはありがたいが、今はそんなことを考えている時じゃないだろう。でもそのうち考える時が来るかもしんないじゃねえか。そのうちトリリオンを倒せたとしても、どのみち俺の魂はファウストに渡す約束だ。ミラだが、それを今ここでマモンに話すわけにはいかないしな。なあ、大魔王。ん？もしもそのいつかそのうちあんたが嫁を選ぶって時が来たら。お前に？ほら、ほっといてアシュメディアみたいなのに引っかかっちまったら大変だろ。別に深い意味なんてねえんだからな。わかったわかった、それでお前の気が済むならそうすることにしよう。約束だぞ。俺に黙って嫁決めたりしたら承知しねえかな。何だったんだ。もっとしようぜ。ほら、また明日な。絶好のお宝ハント日和だな。
まずまずだな、そう。まずまずだな、まずまずだな、文句はないな。まずまずだな、そう。まずまずだな、おお、悪くない。マモン、これをやろう。なんだこれ、見たことない工具だな。形状記憶ピックというらしい。ちょっと触ってみろ。わ、なんだこれ、なんか形が変わるぞ。その名の通り、形状を記憶する優れものだ。なにそれ、すげー。お前はよくあちこちに宝探しに行くから、何かと使う機会もあるだろう。これを見た瞬間、お前にぴったりだと思ったんだ。え、それって俺がいない時も俺のこと考えてるってこと？まあそういうことになるか。なんか照れるな。そっか、いつも俺のこと考えてんのか。ん？少しニュアンスが違うような。大魔王、サンキューな。気に入ってもらえてよかった。送った甲斐があるというものだ。これ、大事に取っとくな。おい、取っておいてどうする。そういうものは使わなければ意味がないだろう。ああ、そっか、道具は使ってなんぼだよな。ついうっかりしてたぜ。なくしたりしないように大事に使うな。そんなに喜んでもらえるとは思わなかった。それにこれさえあればどんなとこにだって忍び込めるし、どんな宝箱だって開けられるってことだよな。へへ、いいもんもらっちった。これでどこに忍び込もうかな。喜んでもらえたのは良かったが、俺はもしかしてとんでもないものをマモンにやってしまったのか。とりあえず城の宝物庫は警備兵の数を増やした方が良さそうだな。神からの直訴の手紙も手紙といえば。あ、大魔王、やっぱここだった。マモン、どうかしたのか。ああ、うん、そのさ、この間のこと。前に手紙の書き方を教えてもらっただろ。お前の両親に宛てたあの手紙か。ちょうど今そのことを思い出していたところだ。え、マジで。ああ、どうなったか気になってな。そっか。それでその、今日はその報告と、あんたに礼を言いに来たんだ。礼を？あの手紙を親に渡したらさ、すげえ驚かれたけど、めちゃくちゃ喜ばれたんだ。渡すのは緊張したけど、やっぱ手紙書いてよかったって思ってさ。そうか、それはよかったな。その夜は一緒に飯食いながら本当にいろんなこと話したんだ。俺が引き取られたばっかの頃の話も出て、親の気持ちってのも分かった気がする。親の気持ち。前にさ、俺がスラムに行ってて引っ叩かれたって話したの覚え。ああ、手ひどく叱られたと言っていたな。うん、叱られたことばっか頭に残ってたけど、その時俺毎回家の門持ち出してたんだ。
それ売っ払ってその金でみんなにうまいもん食わせてやりたくって。でもさ、人のもん取っちゃいけないなんて当たり前のことだったんだよな。そんなのに親に俺の全部を否定されたと思っちまう。そうだったの、ご両親の愛情ゆえの叱責がうまく伝わらなかったことで関係にひびが入ってしまったのか。まあそのことがあって俺は自分の力で何とかしようと思ってお宝ハントを始めたんだけどな。でも親父もおふくろも知ってたんだ、お宝ハントのこともその金をスラムにくれてやってたことも。一度もそれについて問われたことはなかったのか。ああ、俺全然気づいてなかった。バレたら止められると思ってたし。でもやっと分かったよ、親って俺なんかが思ってたより。それなのにあえて聞かないでいてくれてたんだって。マモ、こんなことに気づけたのも大魔王のおかげだと思う。本当にありがとな。今回の手紙の件でボタンの掛け違いが正され、これまでないものだと思っていた両親の愛情に気づくことができた。だがそれもマモン自身が一歩を踏み出そうと決意したからだ。俺はほんの少し手伝っただけだ。勇気を出してよかったな、マモン。しょっちゅうマモンの笑顔を見ているが、ここまで晴れ晴れとした表情は初めてだ。なんだか俺まで嬉しくなってくるの。いやー、家族っていいもんなんだな。なんかいろいろとやる気が出るっつーの。これでまたお宝ハントにも精が出るってなもんだぜ。しんみりしていたと思ったらすぐこれだ。なあ大魔王。なんだ。あんたいいやつだな。俺あんたのこと大好きだぜ。あ、そうか。え、じゃあな、これから早速お宝ハントに行ってくっから。嵐のように去っていったな。大好き、これくらいで動揺するようでは俺もまだまだということか。楽しい。また明日な。よく寝て気分爽快だぜ。いっぱい遊ぼうぜ。そんじゃゆっくり休めよな。おはよう大魔王。とりあえず文句なし。じゃあ、よし、まあ、よし、くそ。そんじゃゆっくり休めよな。ここんとこだいぶ強くなってきたよな俺。もう前のあんたくらい追い抜いちゃってんじゃね。ずいぶんと強気だな。お前が以前に比べてかなり腕を上げたのは間違いないが。なんだよその言い方。確かにジョーちゃんは強くなった。でも以前の大魔王様よりっちゅうのは、ジョーちゃんはまだ強すぎる力をコントロールしきれちょらんように見える。なんだよそれ。マモン様は力の使い方が大雑把と言いますか、雑と言いますか、荒っぽいと言いますか。どれも同じじゃん。力なんて強けりゃそれでいいだろ。使い方がどうとかトリリオンと戦うのに関係ねえじゃん。ふん、マモン、少しラゴンとし合ってみろ。いいぜ、俺の強さを証明してやんよ。では僭越ながら小生がお相手いたしましょう。マモン様、本気でかかっていらしてください。ずいぶん余裕だな。怪我したって知らないぜ。行くぜモメン。モメメメモテ。さすがマモン様、攻め方に迷いがありませんな。しかしてあー
おお、ダイナミックで威勢のいい攻撃じゃ。ああ、だが。どっせー！マモン様、力任せに攻撃していてはあなたの長所である身軽さを生かしきれませんぞ。大きな力に翻弄されて思うようなスピードで体が動かないのではありませんか。はあ、俺のどこがトロいってんだよ。現にあなたの攻撃はまだ一度も小生にかすってさえいませんぞ。こんなはずじゃ。ではこちらからも参りましょうか。後ろ。小生に後ろを取られているようではトリリオンとなどまともにやり合えませんぞ。マモン、さっきラゴンが言ったことを思い出してみろ。大魔王、お前の戦い方は大雑把だ。力の出力を調節せず、いつもフルパワーで攻めている。だってでかい技が決まったらその分ダメージもでかくなるじゃんか。だが当たらなければ意味がないだろう。それはお前の長所は本来身軽さだったはずだ。なこと言われたって。じゃあどうすりゃいいってんだよ。そうだな、マモン、お前の得意なことは何だ。得意なことって、それだ。その感覚を思い出しながら戦…なるほど、それは明暗ですな。はあ、戦いと全然関係ねえことが何の役に立つってんだよ。お前の問題点は力の加減をできていないことだ。馴染みの深いことに置き換えて想像すれば少しはイメージしやすくなるだろう。でも神よけができるか。ジョーちゃんはすごいな。いや、それほどでもねえけど。どうやって開けるんじゃ。口で説明すんのは難しいけど、工具から指先に伝わるすげえ小さい振動や、もしかして俺すげえ無駄なことしてたのか。必要な工具だけ使えば受けられんのに、手持ちの工具を全部使いたくてかえって手間取ってるっていうか。そうだ、情によって開け方は違うのに、俺はどの城にも全部の工具を使って、なんか分かってきた気がする。ラゴン、もう一回相手してくんねえか。はい、喜んで。じゃあこっちから行くぜ。はあ、これはまだまだ。うん、マモンのやつ格段に動きが良くなったな。ジョーちゃんは覚えがええの。ちーっとコツをつかんだだけでもうやつを押し始めちゃる。しかし鍵開けに置き換えて考えるとは思いつきませなんだ。どうやら例えて正解だったようだな。さっきまでよりずっと動きやすいぜ。大魔王が言ってたのはこういうことだったんだな。へへ、簡単じゃねえか。この調子で一気に突き上げ。勝負あったようだな。一瞬見えた勝利に目がくらみ油断しましたな。くっそー、負けたー。いや、しかし大したもんじゃった。さっきまでとは全然動きが違っちゃったぞ。ジョーちゃんは飲み込みが早い。さすが魔王様じゃの。まあな、でも大魔王が鍵開けの例えを出してくんなかったら、サンキューな。感覚さえつかめればお前ならうまくやれると思っていた。もっあんたに褒められっと照れんな。俺これからもっともっと強くなるぜ。それはそれは、小生も油断していられませんな。よし、そうと決まれば早速修練の続きといくか。お宝ハントの腕に磨きをかけるぜ。は？じゃ、ちょっくら行ってくっから。あ、おい、ちょっと。行ってしまった。
まったく面白い嬢ちゃんじゃ。先が楽しみな方ですな。まあコツをつかんだのだから。今日もいっぱい付き合いよな。へへ、よかった。あんたといられる時間も終わるか。ん？セーフ。ぬわ。いつものバカ力はどうされた。そっちこそ細っかい腕が震えとるぞ。やれ、これではキリがありませんな。いたしかたない。今宵はこの辺りでしまいにいたしましょうぞ。うん、ちーっとつまらんが仕方ない。ここでわしらが怪我をすれば大事じゃ。明日の候補者修練ができんとなりゃ大魔王様にこっぴどく叱られちまう。貴殿はどう思っておられるのです。あ、何のことだ。候補者修練のことです。そりゃ腐っても魔王様ってとこだな。今回のお方もえれえ筋がいい。その点については小生も同感です。日々ただまあちーっと戦場が恋しいの。更新スーツとやらに入ればわしらとて魔界神と戦い。その通りです。このお役目が身に余る光栄なものと理解はしております。しかし魔界の危機に斧が刃を振るうことがかなわぬと思うと。ああ、わかる、わかると思うよ。しかもあれだけ鍛錬を積んだ魔王様がとうとう一人死んじまいなすって、こりゃいくらやったって次のお方も同じようなことになるんじゃねえかってな。滅相もないこと。さりとて魔王様方の修練をわしら以外の者に追っつけるわけにもいかぬわな。そもそも一番おつらいのは大魔王様だろうよ。あんなお姿になっちまって。ねえ、本当においたわしい。しかし不思議なことに最近はあの継ぎはぎだらけのお姿を憤怒の魔王としてご活躍の頃から存じておりますが、顔つきが少々変わられて。ああ、わかるぜ。危うい産業者とでも言うのかね。背水の陣だからこその顔つきだろうよ。だからこそあのお方のお役に立ち先陣切って戦場をかけたい。なんたる不自由じゃ。孤立無援で戦わにゃならん魔王様も、戦いてえのに体の動かん大魔王様も、それぞれの戦場で戦うしかないっちゅうことじゃ。でもって今のわしらにとっちゃここが戦場よ。ねえ、そうですね。申し訳ない、つまらぬ愚痴を言いました。いいってことよ。おめえが手合わせしてくれと言ったときわしも胸がすっとしたわい。魔王様が必ず本懐を遂げてくださる。近い未来に魔界神からこの魔界を救ってくださると。ああ、まっことその通り。そしてわしらは獅子の師匠っちゅうわけじゃ。ねえ、小生も何やら先が楽しみになってまいりました。あいつらにも苦労をかけるな。しかもこの後に及んで皆のためにも。Thank you.
ら、じゃあ選んで。これでいいのね。了解。他に用は？また何かあれば来て。Okay.
全力全開だ！覚悟しろよ！逃げー！よし。おう。ああ。よし。は。手加減くらいしてやんよ。今日もありがとな。おやすみ。おはよう、大魔王。なんか楽しいことしようぜ。あんたといられる時間も終わりか。おはよう、大魔王。よく来られた。
風の中には無数の刃が飛び交っちゃる。うまいこと避けながら優雅に踊るんじゃぞ。なんじゃ、刃が怖いんか。刃はどうでもいいんだよ。そんなの避けるのなんて楽勝だぜ。問題は踊りなんだよな。俺優心配せんで、いきなりうまくできるとは思っちょらん。無か、そういう言い方されるとカチンとくるぜ。いいぜ、やってやんよ。めちゃくちゃ優雅で思いっきり上品に踊ってやっから、よーく見てろよ。まあや、ま、本気で楽勝っしょ。まあ、よし、よし。いや。さあ、よし。え？よし。よし、おお、よし。よし、よし。おお、あ、よし。さあ、あ、といられる時間も終わりか。よう、昨日ぶりだな。ほう、行こう。うん、まずまずだな。うん、うん、おお、大当たりだ。おお、うん、いかんな。誰だ。俺だけど。まるで何かの詐欺。マモンか、入れ。よう、もう寝るとこだったか。そうだが、用があるなら別に構わないぞ。ああ、うん、寝るとこだったならむしろその方がちょうどいいっていう。どうした、歯切れが悪いな。用がなかったら。いや、そうじゃない。ここのところ気心が知れている間柄の俺たちに遠慮は不要だと言いたかっただけだ。そっか。
そんじゃズバリ聞くけどさ、俺のこと好きか？はあ？ああ、嘘嘘、なんでもない。今のなかったことにしてくれ。いや、待て待て待て。そう言われても頭の中が整理しきれん。俺がマモンのことをこれまで考えたこともなかった。しかしなぜいきなりそんな質問を。俺ってさ、結構自分勝手だし、思ったことはそのまま口にしちゃうからさ、そういうタイプって人から好かれにくいじゃん。そうか。まあそうだな。好きか嫌いかで言えば好きか。本当か？ああ、大魔王ともなるとなかなか本音で語ってくれる相手も少なくなる。その点お前のようなタイプは俺が大魔王であろうと関係なく。褒められてる気がしない。いや、これは嘘偽りのない俺の本音だ。自分に対して嫌なことでもはっきり言ってくれる存在は、そういった意味でお前に好意を持っているものは案外多いと思うぞ。そっか。でもまあ他のやつのことはいいんだ。よかった、あんたに好かれてて。ああ、ん、一般論の話だと思ったが。なあ大魔王、俺折り入って頼みがあってきたんだ。マモン？こんなこと頼める相手なんて。なんだか流れに頭がついていけていないが、俺で力になれるなら何でもしよう。本当か？ああ、もちろんだ。分かった。あのな、俺を。うん、これはどういうことだ？マモンは今何と言った？言葉通りの意味だとしたら。いや待て、冷静になるんだ。何かの聞き間違えかもしれん。ダメだ、聞き間違えるような言葉じゃない。俺はどうすれば。なんで黙ってんだ？やっぱ迷惑だったか？いや、そういうことじゃなくてだな。俺はこの通り、杉萩の体なわけであって。だーなこと気にしてんのかよ！男だろ！腹決めろっての！おい、マモン！気持ちは嬉しいが、考え直せ！よっこいしょっと。これでよし。何をしているんだ？え、何って、寝る準備に決まってんじゃん。大人の女は好きな男と一緒の布団で寝るんだってアシメディアが言ってたぞ。ふんじゃ、おやすみ。なんて寝つきの早い。というかアシメディアめ、余計なことを聞こんで。大魔王、まったく仕方ないやつめ。なんだかどっと疲れが来たな。体温が高いんだな、マモンは。まるで子供のようだ。まあいい、たまには誰かの体温を感じながら眠りにつくのも悪くない。そういえば先ほどマモンは好きな男と一緒に、いや、考えるのはよそう。あまり深く考えると眠れなくなりそうだ。お宝ハントより楽しいかも。そんじゃゆっくり休めよな。今日もいっぱい付き合いよな。あんた、ほんと、すげー楽しい。あんたといられる時間も終わりか。おはよう、大魔王。へへ、よかった。あんたといられる時間も終わりか。
今日は天気がいい。マモンの矢、大口を開けて、まった。まっ、あら、よっと。ルーシェ、お前また悪ふざけをして。いきなり何やって。そんなの決まってるでしょ。いわゆる抜き打ちテストよ。勝手なことをするな、ルーシェ。別にいいでしょ。これくらい避けられないようじゃどの道トリリオンになんてかなわないんだから。油断しているところを攻撃するのは、こういうのは不意打ちじゃないと意味がないのよ。第一、私だってマモンが本当に避けられないようなら、ちょっとでも余計な心配だったみたいね。おう、考えるより先に体が反応してたっつーの。あーやだやだ、なんで私がマモンの成長ぶりを証明してあげなきゃなんないのよ。本当ならマモンがダメダメだって証明して私にトリリオン討伐を変わらせるつもりだったのに。へへ、残念だったな。またいつでも来ていいぜ。まあいつ来たって結果は同じ。ムカつく。あんまり調子に乗ってると今に命取りになるわよ。ふっ。おお、怖っ。やれやれ、結局何だったんだ。ま、ずいぶんと乱暴な心配の仕方だな。らしくていいんじゃねえの。それにルーシェの言うことにも一理あるぜ。いくら油断してたってあれくらい避けらんないようじゃトリリオンには勝てねえだろ。もっとも前までの俺じゃ今のは避けらんなかったと思うけど。なるほど、その分の成長は確認できたわけか。近頃は普通にしてても前とちょっと違うんだよな。ほう、肌に触れる空気の動きっての、そんな感じのがぼーっとしてる時でも敏感。うん、やっぱこれもお宝ハントのおかげだろう。そこは修ま、どっちでもいいじゃん。修練もお宝ハントもどっちも俺を鍛えてくれてるってことだよ。この調子でどんどん強くなってトリリオンなんかひとひねりにしてやんぜ。頼もしい限りだな。期待しているぞ、マモ。おそらく大魔王様。どうした。何かではございませんわい。何事も健康なお体があってこそ。わかったわかった。なりませぬ。なんだ。じいは騙されませんぞ。ゼアボロス様がそうやって生返事をなさるときはよ。お前たち、これお呼びですか。こん参上だにゃん。来たぴょん。皆の者、今すぐ大魔王様をお部屋までお連れするのじゃ。はいですか。メイド戦隊全機発進。了解だにゃん。オッケーぴょん。待て、こら、話せお前たち。これお前たち。あ、忘れてたか。早う準備をせ。よいか、今日は心安らぐラベンダーの香りじゃぞ。はいにゃん。これを嗅げば一発でぐっすりにゃん。何か怪しい成分が入っているのではなかろうな。枕はどうするぴょん。そば柄、羽毛、低反発、好きなのを選ぶぴょん。どれでもいい、お前が良いと思うものにしてくれ。選ぶぴょん。でないとバフォメットぴょんにうちが怒られるぴょん。おい、バフォメット枕ごときでメイドを叱るな。なんというお心遣い。ゼアボロス様は昔から使用人にもお優しい。やめろ、恥ずかしい。そしてメイドよ、大魔王様はそば柄がお好きじゃ。迷った時はそば柄、よく覚えておくのじゃぞ。わかりましたぴょん。アロマよし、枕よし、お布団よし、加湿器よし。
うむ、ではメイドよ、下がるがよい。さらばくん、バイバイだにゃん。おやすみぴょん。ささ、大魔王様、おやすみ前のホットミルクでございますぞ。やれやれ、お前は過保護が過ぎる。一体俺をいくつだと思っているんだ。はっは、いくつにおなり遊ばしても大魔王様は魔界の宝ですじゃ。まったく、大魔王様は替えのきかぬ大事なお体。本来ならおけがの家のうちから動き回るなどもってのほかですじゃ。とはいえ魔王様の修練も急務ならば、日々の生活には一層ご自愛をいただかねばなりますまい。そのためには睡眠と食事をしっかりと、だろう。さようです。キャッツの数少ないいいところは、次の戦いがいつ起こるのか予測ができるところでございますぞ。なるほど。そのしかり、いつ何時襲ってくるとも知れぬ天使ども相手にしておる時より、体調管理はずっと楽ちんにできますぞ。そういえば、やや、確かに。しかしここ数十年の小競り合いは、大魔王様のお力もあって魔界優位。やつら様子見をしておるのでは。何しろ大魔王様に大天使ミカエルを打倒されて以来。ミカエルか、懐かしいな。だいやはや懐かしい。今思い出してもすっと胸のすく思いがいたしますぞい。あはー、今宵は心地よい夢が見られそうですわい。あ、それはそれはよろしゅうございました。では本日バフォメットはこれにて下がらせていただきまする。おやすみなさいませ、大魔王様。しかし天使どものこと、やはり気になる。魔界がこれほど混乱していて、それとも魔界の滅びをあえて座して見守り、漁夫の利を得るつもりなのか。